あ、もう取れてんのこれ。もう取れてます。はい、お願いします。無理やり始めたね。はい、ちょっとあの、はい、昇級おめでとうございます。 ありがとうございます。じゃんけつになりました。成績教えてください。成績4連勝。マジで2ラスからの4連勝、ね、なんかあの勝率見せてよ。1位率何これ。ですね、今80回やってトンプー戦を、はい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 、トップ率が 42.5% ですね。やば、うん、やば、バカついてます。バカついてます。ラスは 8.75%。 すげえ、10回打って1回もラス引かないってことか。そうっすね、何回だろうね。トップラス7回なのかな、分かんないけど。これ何、結構データ見れるんや。そうそうそう、風呂率とかね、放流率、放流税率 8.8% は、うん、いいんじゃないかな。少ない方か、うん、まあでも上がるけどね、うん、上がり率がだって 29% もあるからさ、うん、はいはいはい、さすがにね、上がり率が高かったら放流率も高いかな。いやいや、だから上がり率 100% だったらさ、ゼロだだから何とも言えないね。そっかそっか、そうそうそう、あんまなんか上がるばっかりいったらなんか放流率上がりそうな。そうそうそう、うん、そうだね、常識の範囲内の高さだったら上がるけどはいはい、はい、100% までいったらね、この成績だいぶすごいんじゃない。まあそうだね、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、はい、じゃあまあ行きますか、うん、今日は、ですね、昇級したから金、そうですね、じゃんけつになったんで、うん、金の間で遊べます。金の間って何が違うんですか。なんかあの、うん、ちょっと分かんないけど、多分、いやいや、多分ね、うん、外国の方が入ってくるかな、多分金の間からだったかな、中国の方、あの風呂率 50% みたいなやってくると思うから、ちょっと楽しみですね。金の間デビュー戦ですね。うん、お願いします。お願いします。トンプー戦はトンプー戦、うん、まあトンプー戦、じゃんけつの間はトンプー戦やろうかなと思って、じゃんごうになったらトンナン、うん、かなと思ってます。うん、どっちが得意とかある。まあどっちも得意だね。苦手なやつあるいないねさあ金の間デビュー戦、はい、親番スタート。まあでも多分、うん、いや分かんないな、どっちが得意なんだろうね。トンナン戦、トンプー戦、でもトンプー戦の方が強いイメージあるけどね。うん、トン、うん、まあどうなんだろうな、分かんないな。トンプー戦やったことない人に対してはトンプー戦の、うん、その理論だ。そうそうそう、トンプー戦ばっかりやってる人にはちょっとかなわないかもしれないね。ルール決めていいよ大会最強説そう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 、僕がね、うん、ルール選べるんだったら、どの対応力が違うぞ。そうそうそう、何でも一人かできるから。さあ678789の3色見ますか。うん、3色ね、うん、まあ678は自然になるからいいけど、うんうん、おちょっとさすがに3枚枯れはやってないですね。やってない、今2枚枯れだから、うん、2枚枯れだったらリーチ打とうかなと思ったけど、3枚枯れはやってない、3枚枯れやってないですね。1回テンパイ外し、うん、何引いたら一番いいのかな。チーソー、うーん、老朽層もいいとは言い難い。うーん、じゃあほぐす、やっぱりなんか浮かせる。そうっすね、やっぱり一番いいのは、うん、何かな、色で言ったらマンズじゃないの、やっぱりイーマン。あー、イーマンどうっすか。ペンサーマンいいんじゃないですか、6万切ってリーチで。はい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 、ねえ、うん、先打っとく。まあ数値マンが薄いからね、うん、うわー、びっくりした6万大民化される、うわー、ペイ乗った役なんですか。ちょっとこの人は何、どう見たらいいのこれ、こういうの見れるからね。はい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 、あでもフロレス 26% だ。へー、結構まともな人もっとな、じゃあ何、うん、怖いな、なんかね、あるんでしょうね。うん、あ、3万がなくなっていく。3万何枚がれ、2枚、2枚か、ちょっと怖い。2枚、何引いたらいいのかなこれ。スーソー、あ、スーソー、うん、スーソーか、サブローソー、うん、ぼっ、はいはいはい、なんか手強い感じするな、うん、金の間、うん、すげえ、
まだ早いって言われるやつ。おお、ちょっと新人の私にはちょっときつい気がするな、うん、新人さんみたいな。あ、金の沼初めてなんだみたいなねえ、ちょっと格で打たれ。そうだね、今なんか我々はずっと金の沼で戦ってきてんだみたいな。そうだよね、偽赤木さん、うん、やっぱデビュー戦やっぱりね、そう緊張してます、叩いとけみたいな周りは思ってますから。そうそう、やっぱ胸を借りるつもりでさ、来ますか。うん、でもさ、マンズがリャンカンの形、うんうんうん、チュンバックも仕掛けるかどうか。そうっすね、うん、まあサマーウーアの悪いところからはなんか泣くイメージないけど。あ、いいっすね、うん、と思いますよ私も。でウーパーソーとかはやってない、ね、やってないっすね、うん、なかなかシンクロできてきたんじゃない？うん、これはね、うんうん、悩むやつ。何切る？何切る？え、これパーピン切るんじゃない？いや、これリャンマンさん。リャンマンなんだ。パーピンはちょっとないな。なるほど。やっぱり、うん、仕掛けメインに考えるからさ。はい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 。じゃあ3ピンパーピンはどっからも。うん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 。ポンのドラがないからさ。はいはいはい。面前でテンパったところで破壊力がないし、うん、お、中、こういう言うてた通りの、そうそうそう、注文通りのパーピンポンで仕掛けていく、こういうさ、うん、イメージ。これ上がっちゃうとさ、ラス前2着目で迎えられるから、うん、はいはいはい、ウーパーさんもテンパ入れれるやつだ、これは。うんうん、これはチーだね、うん。でこれは今何か一瞬考えたのは切り順。あ、そうそうそう、安牌比較、うん、はいはい、うーん、適当に切らないと、うん、まあでも G1 の方が安全かもしれないけど、ちょっとでも、うーん、ペンチーマンとかになるとさ、うん、ドラが絡むからさ、はいはいはい、ちょっと微妙だったね、チーマンとチーピン。これアンピンは仕掛ける？仕掛けない、まだまだまだね、経典になっちゃうから。うーん、泣かないっす、うん、6万ですか、うん、これ何を考えたの。いや一応親の現物だからさ、はい、6万ね、これでウーパーソーテンパイ、なるほどね、うんうん、イーシャンテンの形の浮き牌をもうちょっと丁寧に、うんうんうん、そうなんだよね、その余剰牌ね、何先に切って何残すかっていうのはさ、あ、よくなんか考えもせず、うん、あ、来ましたねリーチ、もうどきゃよかったっていう、よくなるわ、なるよね、どこまで押そうかこれ。さあ押し引き、刺さるトラス、もうまあちょっととはいえ、そうだね、とはいえね、もう落として全部はさ、うん、無理だからさ、ある程度は押すんだけれども、うん、7万ワンチャンス、これ言ってたペンチーマンのやつやん、うん、これちょっとやめようかな。へえ。ここで降りると、いやちょっとね、ウーパーソー仕掛けるでしょ、仕掛ける、ね、G1 であれサブローマン、サブローマンめっちゃ高いめっちゃ高いバイマン、バイマンもあった赤赤ドラさん裏かバイマンか、うん、やっぱなんかさ、うん、金の間奥にはまだちょっと早い感じするね、そうねレベルが高い、まあ、今のだって理想の展開としては、うんうん、チーマンで降りてウーパーソー出てで、うんうん、相撲が相撲もチスチワンじゃなかったっていうのが面白い展開だったかな、うん、まあ今のねリャンマン押すのも、うん、ちょっとやりすぎ、いやなんかすってたもんね、そう、なんとも言えないけど、うん、なんとも言えなかったね、うん、後輩パー意外と、うん、そうですね、うん、たださ今回はさ、うん、1000点上がる意味があんまりないというかさ、はいはい、これ何番、これトーン3曲おラス前なんちゃう3着目、あ、もう2着狙いの展開、うん、でも、うん、1000点上がっても着アップしないんだけど、うん、このラス目が仕掛けてるっていうのでさ、うん、仕掛ける意味はあるっちゃあるけどね、
あの急走ポンもさ、うん、ちょっと怪しいもんね。ラスメに上がらせないっていう意味で上がりに行くっていうことね。うん、役配が全部出ててさ、トンナンシャーペー、うん、ね、全部出てるのにもかかわらず、ソーズこんだけね、ほらソーズでもないからさ、うん、トイトイドラも出てないし、やっぱウソだかウピンも、このトイトイもよくわからないよね。トイトイドラの場所が、あでもさ、パーピン、パーピンがね、うん、泣きが入ってないんだよね、うん、このイーマンとかちょっと怪しいよね。これなむずいな。3ピン引いた時にさ、うん、まあ、2ピンの方がポンされそうなんだけど、うん、ウーピンポンされた場合赤絡むからさ、 あでもリャンピー一枚見えたから、ね、これはポンしない。うん、うん、役はないですね。役ギリギリあるけどやめとこうか。赤嘘、なるほどね。まあだから、うん、この下茶の仕掛けに対してはさ、うん、あれだね、ウーピンウーマンさえ泣かれなかったらさ、うん、2600だから。なんで 2600？ トイトイ法？トイトイ法。あ、まあドランコとかがあるのか。まあでも関するよね、うん、ドランコのパターンは。何がポンです。ああいうのってなんか老僧無理やりトイツにしましたみたいな、うん、そんな感じあるよね。これはパーマンっすね、これは。へえ。やっぱウーマンもだからね、うん、やっぱウーピンはさすがに統一なのか。難しい。サブロビース、あれ、お、泣かないの。泣かない。チーピン、Cピンはよくわからないね。厄配がありそうなあれだけど、厄配ないんだもんね。あ、ドラいった。うん。ちょっと怖いよね、今の出だしのCピンから。うん、でもさ、出てきたパーク。うん、怪しいよね、やっぱり。うん。まともじゃない感。あれ、あれ、パーソーはさ、うん。まあ、いっか。パーソーいった。テンパリが欲しいんだ。もうこの順目は経典ですね。経典取りに行くね。ウーピン危ないよね。うん、ウーピンすらもあれだったんだ。え、何キロ、9万キロ。経典も狙いながら安全な方の9は、うん、残りナイスなし。ち、流局カンチーマンとサブローマン、下茶はので、うん、この展望状況でオーラス条件は、うん、なん、トン3局だね。あ、トン3ラス前、うん、69差。ポンニャ、これ泣くんだ。泣きますね、やっぱり。ほら打点が見えるからさ、はい、ポンポンポンって言ったら本一、そうっすね、本一かドラ重ねてちゃんたか、両面チー早そう。うん、そうだな。お、ね、ほらいいでしょ、うん、いいでしょ。急走ポン、急走ポン、ドラッチ、もう本一、まだ E ピンはギリギリまで、うーん、微妙ですね。早めに切っちゃえば、まあ切りたいけどさ、うん、残すもんがないからね、はいはい、守備力高いやつ来たらね、うん、変えるけど。ここで一応、お、これいいんじゃないですか、管理安ピン、うん、悪くないですよね。悪くない。そうだね、関連ピン52とかいいんじゃないですか。リーチです。
はい、すみません。ここでリーチ。難しい。ペイ行きますか。はいはいはい。チュン先じゃない。あ、チュン先じゃないんですよ、僕。あの、この刺さる可能性が全然違うというかさ。即ズボン。パピン。え、59だったのかな。49になったのかな。これで、うん、2着と4900点差。4900点差。何積もれて1000、2000足りる。世界1000、2000。しかもだ、何約配暗号。そうっすね、うん、52、うん、1000、2000、52。リーチ7赤。リーチしたくないな。トップ目までトリプル直。トリプルツモ条件ですね。トリプルツモ。リーズモ。メンホン。ナン。サンアンコ。赤一。ウラウラ。いけた？いけた。お、トップ？じゃあ。トップ。あ。お、いいじゃないですか。こっちは79差、うん、なるほど。でもトリプル狙うなら、いや、これ何切るの。スマン引いてなんか、うわ簡単って言いたいよね。痛い、うん、でもトリプル狙うんだったら落としてかんと。あ、トリプルの話。トリプルの話やったら、うん、これやっぱ触れ、上がりに行くならば、これちょっと打点5に、5に、もう打点は足りてることない。いや、打点足りそうにないんでペンサンス払いましたよ、うん、スピードは落ちるんだけどさ、3走引いてもドラが使えてないパターンが多いからさ、タツオーバー。そうっすね、スマッチ、うん、スマッチ、うん、うん、こういきますか。へえ、どう思います。僕いいピンとか切っちゃうかな。ああ、まあ一応ほら、やっぱシャンテンスはね、はいはい、基本落としたくないんですよ。はいはいはい。さあ、リャンウーピンスーワン。うわあ、ちょっと リーチかけローアン入ったら打点がってことだね、うん。うん、リーチはねかけたくないな。ラス嫌だから。はいはい。でもローアン入ってさ、うんうんうん、足りない3着も嫌じゃない。そうっすね。これで何ドラ、一応5-2か。そうっすね。どっから出ても。あ、オッケーオッケーオッケー、うん、5%は打てる。感動装置。あの、ラスを引かないことを考えながら打てる感じ。うん、そうだね、うん。それも考えつつですね。やっぱこっからさ、うん、うわー難しい。これ、あー、ウーアンでリーチもあった。うん、いや、それ打点足りないし、イーマン3枚狩りだからさ。あー、まあこれなんかさすがに1万2000とかは開かないよね、うん、キルハイによるけど、うん、サブローマンとかはちょっとやめてよ。これで親には打点ないから打っていいわっていうことでもなくなったんじゃない。いや、パーマンは持ってないから大丈夫。まあ止めるのは、いや、でも赤ウーマンだからサブローマンで打ってもマンガンは開かないかな。まあ、ドラシャボは切っちゃダメかな。ドラ切らないけど。うわリズムな、うん、お、やばい。やばい。え、どうしたらいいの。どうしたらいいの。ちょっと一発消しとく。一発積もられて裏がいっぱい出るパターンね、うん、まあどうせ漫画できてるよ。あ、回線切れてる。あの人へへへ。あれ、これは変わる。うわー、すごい。サブ、うわ、サブローマンウーマンだ。
怖三着はい。いやーどうでした初デビュー金の間。いやあてかやっぱラスがでかいね。うん、うん、なんかでもやっぱ強い感じがする手応えがあるというか、うん、いやあしかもトップ連勝トップ連続も阻止されたし。あそうだねまた金の間でやっていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。